バナバは、ミソハイギカサルスベリ属の落葉鉱木。ワミョはオーバナサルスベリ。古くからその葉を煮出し健康茶として飲まれてきた。また近年その抽出エキスが錠剤として販売され、広く生活習慣病予防に利用されている。インド、東南アジアから北、オーストラリアまでの熱帯地域に分布する。日本で夏に咲くサルスベリと同族で、高さが5から20メートルになり、 葉の形は卵型で、色は能力色。長さは15から30センチメートルになり、ちょうど大人の靴のサイズと同じような大きさである。木の皮もサルスベリと同様剥がれやすい。花はサルスベリより大きな花が円錐果樹につく。サジ型でシワの多い花びらが6個あり、はじめ淡紅色で後に紫色に変わる。近年日本では、フィリピンでは、 古くから女王も手の届かぬ新木と宣伝されたが、フィリピンではどこにでも生えているありふれた植物である。観賞用植物として庭先に植えたり、薬用植物として葉を煮出して飲む。また一部地域では煮出した葉や種を食べる習慣もある。バナババには紅茶やコーヒーと違いカフェインが全く含まれておらず、バナバ用100グラム中に食物繊維が 約 25g も含まれていることが特徴である。また他の健康茶と比較して、微量元素のカルシウムやカリウム、マグネシウムも多く含まれることが分かっている。また植物性アエンも含まれている。山崎和夫広島大学名誉教授は、細胞を用いた実験でバナババに含まれる、コロソリン酸がインスリンと同じように糖を、細胞内に速やかに吸収させること、 すなわちコロソリン酸の糖の移動活性を発見し、論文として発表した。また近年の研究では、鈴海量科学大学、三浦敏弘助教授によって、コロソリン酸が細胞内のタンパク質、グラット4をジャッキし、糖を細胞内に取り込むメカニズムを解明するとともに、動物実験によって、コロソリン酸の血糖上昇抑制作用を確認した。また、 先端医療振興財団臨床研究情報センターの福島三尾医学博士の研究により人に対してもコロソリン酸が血糖値上昇抑制作用があることを確認し論文として発表した。ありがとうございます。